ビルヘルム・ロベルト・カール・アンダーソンは、エストニアのタルト大学で活動していた、バルトドイツ人の天体物理学者。1880年、ビルヘルム・アンダーソンは、ミンスクで、ギムナジウムの教師ニコライ・アンダーソンの息子として、生まれた。1894年、父ニコライが、火山大学のフィム・ゴルゴ派の教授となったため一家は、火山へと移り住んだ。 父ニコライは1905年に死去し、アンダーソンは1909年に火山大学の数学科学部を卒業すると、当初は学校講師として働くことになった。1910年から1918年までサマーラの高校で、1918年から1920年までミンスクの工業高校で働いた後、彼は1920年にエストニアの都市。 タルトに移住すると研究者の道に戻った。アンダーソンはタルト大学で1923年に About the Possibility of the Existence of Cosmic Dust in the Sun's Corona をテーマとした論文を執筆して天文学の修士号を取得し1927年には博士論文 The Physical Nature of the Sun's Corona で博士号を取得した。また1934年に 大学教授資格を申請し、1936年に助教授に就任した。1939年、アンダーソンは急病により、オンザ・ポシビリティ・オブ・ザ・ユーズ・オブ・シャバ・エス・イオニザ・チオン・イクエーション・フォー・エクストリーム・リー・ハイ・テンパチャーズの執筆を中断することになり、これが彼の最後の論文となった。ソ連による、 バルト諸国占領が始まり、1939年10月に、バルトドイツ人はエストニアを離れることになったが、以前から体調を崩していた、アンダーソンの体は、長旅の負担に耐えられず、1940年3月26日に、ドイツブランデンブルク州メゼリッツの病院で死去した。彼の死は、弟のバルタ・アンダーソンによって、タルト大学に伝えられた。 第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての時期、タルトにおける研究業績は西欧に広まることはなかった。特にバルトドイツ人の学者は不遇な立場に置かれ大学で助教授に就任してもその研究活動はごく限られたものとなっていた。だが彼らは長年その業績を忘れ去られていた学者として関心を引くようになり、エストニアでさえ、 ほとんど知られていない、アンダーソンの業績もパイレットクスックやインドレック、マーティンソンによって紹介されている。当時、アンダーソンの研究は著名な雑誌に投稿しても理解を得られなかったが、タルトゥ天文台の兵のイーラサールーはその理由の一つとして上記の問題に加えて彼の説明が下手だったことを挙げている。一例として当時タルトゥ大学で教授を務めていたハラルド・パーリッツは、 終戦後をしばらくしてから当時は、アンダーソンの論文が、ジュール・ベルヌの小説のようなサイエンス・ファンタジーの類にしか思えなかったと証言している。彼の論文はしばしば議論の構造や結論が見えず、特に1936年の142ページに及ぶ論文は非常に読みにくいものだったという。アンダーソンは1920年代に太陽コロナの研究をしていた。 1924年の修士論文では、スバンテ・アレニウスのコロナに宇宙人が含まれているという仮説を検証しており、コロナの温度を数千度と仮定すると、太陽表面からの距離が太陽の半径に満たない位置にある宇宙人は、数分で蒸発することを示し、アレニウスの仮説を否定した。彼はまたコロナが非、イオンと電子、つまり現在でいうプラズマで構成されているという、 仮説と自由電子のガスだという仮説を比較した。アンダーソンは自由電子仮説を採用すると太陽のスペクトルとよく一致した結果が得られることを見出し、また基地のガスには太陽のスペクトルと一致するものが存在しないと結論づけた。あとにコロナのスペクトルは高度に電離した鉄用に FE13 だと 証明したベングとエドレンによりコロナの温度が約100万度に達することが示されており、アンダーソンを含め当時の研究者はコロナの温度という前提条件の時点で間違っていたことが判明している。だが、宇宙人仮説を否定したアンダーソンのコロナ研究における業績は、ヨシフ・シクロフスキーの1965年の著書、フィジクス・オブ・ザ・サンズコロナで言及されており、彼が コロナ研究の進歩に貢献したことが伺える。2006年にネイチャーに掲載された記事では、ビルヘルム・アンダーソンは、スブラマニアン、チャンドラセカール、エホモンド、クリフトン・ストナーとともに、白色矮星の質量上限を発見した研究者の一人として紹介されている。アンダーソンは状態方程式を求めただけで、 白色矮星の質量上限そのものを論文中で導き出すことはなかったが、天体物理学において相対性理論と量子統計力学を組み合わせた点が評価されている。白色矮星は20世紀初頭に発見された天体であり、太陽と同程度の質量でありながら判定は地球と同程度と非常に高密度だったため、当時はそのような高密度な状態が 本当に存在するのか、重力による星の収縮にどうやって逆らっているのかが疑問視されていた。1926年、ラルフ・ハワード・ファウラーは、同年に発表されたばかりのフェルミ・ディラック統計を用いて、白色矮星の高密度条件では縮対した電子が、量子力学的法則に従い通常とは異なる性質を示すことを証明して、前述の疑問を解消し、また、 電子の縮体圧と密度の状態方程式を求めた。ファウラーの論文から3年後の1929年、アンダーソンと当時リーズ大学の講師をしていたストナーはそれぞれ独立して、電子の縮体圧と密度の状態方程式を算出した。アンダーソンはこの時、状態方程式の算出に相対性理論を用いており、ストナーの式では、 電子の密度が圧力の5、3、アンダーソンの式では4、3に比例するという違いが生じていた。同年にアンダーソンがストナーの式を批判すると、翌年1930年にストナーはアンダーソンとは別個に圧力の4、3に比例する状態方程式を導き出したが、比例定数はアンダーソンの式と異なっていた。この二つの関係式は、 ストナー・アンダーソンの状態方程式と呼ばれることになった。その後、スブラマニアン・チャンドラセカールが1931年に太陽の1.2倍を超える質量の白色矮星は現在でいう重力崩壊を起こすと提唱し、白色矮星の質量上限はチャンドラセカール限界の名で知られるようになった。チャンドラセカールは百三十九年に辞著『星の構造を出版し、 その中で今日知られている電子の縮体圧と密度の状態方程式を発表したが、この本の中でアンダーソンは、ファウラー、ストナーと共に先駆者として紹介されており、また、天体物理学における相対性理論の重要性を示した最初の人物として評価されている。生涯独身であり、弟のバルター・アンダーソンと二人暮らしをしていた。 助教授になるまでは大学に研究できる場所がなかったため自宅で研究をしており論文にさえ自宅の住所を記載していたまた助教授になった後も講義が週1回しかなく1学期あたりの給料が175クローンと少なかったため同居する弟から経済的支援を受けていた当時の学生の証言によれば彼は普段は家事と弟 バルターの手伝いをしており、買い物に行ったり弟の代わりに印刷所に印刷物を受け取りに行ったりしていたという。他のエピソードからは、彼が内気で人付き合いの悪い変わり者だったことが伺える。例えば、暗記して話せないことをひどく恥ずかしがっており、胸ポケットのカンペを見るときには聴衆に背を向けていたという。また、助教授に就任して、 タルトの天文学研究の中心である、天文台で働くようになっても、同僚と共同研究をすることはなく、図書館で雑誌を読んで興味の湧いたものを研究テーマに選んでいたという。彼は話しづらい変人として、当時の関係者の記憶に残ることになった。ありがとうございます。